俵山温泉。お父ちゃん、お父ちゃん今日食べるもんいっぱいあんねんけど、このフグのこれとこれだけちょっとかわしてな。これとこれだけはちょっとかわして。こちらから朝日が見れるということをもう少し早く知っていれば、朝日が上がるのを撮れたのに。もし鉄道チャンネルです。元の隅神社へ出発。まだ少なくてよかったね。集まってきたな。到着。オッケー。ラストね。ちょっと変わって変わって。お父ちゃん頑張って。何が天才や。近づかなあかんで、近づかな。じゃあロボット近づかな。あのハートの中やで。入ったらええねん。一緒やんか、私と変わらんやん。入った入った。あれ、御朱印ありますか。あ、びっくりした。書いてくれはるんかと思った。書いてくれへんのか。お父ちゃん待って、何がいい。富、幸せ、勝つ、愛、福。福にしようか。福、富にしようか。やっぱり、金運、うん、あ、これはお心づけやな。お気持ちでお願いします。だいたい300円か、300円入れるわ。これも300円入れます、うんうん、お気持ちでって書いてある。お気持ちが一番怖い。さあ、無人でおみくじはこうやってお金入れてくださいやけど、両替いるときどうしたらいいのやんな。取られていると10分以上動けなかった。ずっとずっと続く。ずっとずっと、これお父ちゃん行きは下りやかええけど、帰りずっと上りの階段やで。すごいな、いっぱいずっと上り
の階段。インスタ映えスポット撮るのはちょっと大変やね。もうね、でも元気なうちに来といてよかったな。これもうあと5年とか10年後に来てもちょっとしんどい。あ、割と新しい神社やった。1955年に白狐のお告げにより創建された神社です。123基の鳥居たち、圧巻の景色は日本の最も美しい場所31選にも選ばれました。あんまり近づかんとこの辺からの方が綺麗ね。いや、近づいたら OK。 あの鳥居にやろ、向こうからやろ、向こうからな。降りる時も空と見てると全部また。みんな歩いてはるわ。時間帯に行ったかもよ。元の隅神社さん、ありがとうございました。すごい鳥居がいっぱいあったな。また次移動します。安全運転でよろしくお願いします。いよいよ角島に行きます。うわー綺麗。僕らの未来は神様じゃ、神様何やった、あ、神様以外誰も知らない。すごい緑やで、お父ちゃん。なあ、こっち緑。うわー綺麗。そら CM にもなるわ。すごい、すごい以外ないな。いらんねんな、あるんかと思ってたけど。この緑色の海ってなかなかないで。沖縄とかやったらあるやろうけど。すっごいな。めっちゃ海も澄んでる。澄み切ってるわ。東大が有名な。なんかやったっけ。東大？やったと思う。東大行く？いや、行かん。え、行かんの？これ渡るだけ。東大へって自分言ったやん。東大が行かんの？あ、強風の時はこの橋は通行止めになりますやて。としたら台風とか来てたら通行止めなんねや。天気もいいし、わよかったな。昨日大慌てでこっちまで混んで、通行止めやったかもな。うわー、しか出えへん。もっと言葉が出ないわ。出るやんっていうの多いけど、ひょっとしたら写真以上かもしれん、肉眼で見る方が。プロが撮ったからこう見えてんなっていう感じ。うん、だってこの辺グリーンやもん、海が。いやいや、つうかあのさはバーって見た時のな、うん、橋の写真がうわっと思ったな、あの通る時、ま、そうちゃんとした写真やな、写真ほらすごいグリーン、めっちゃグリーンや。こっから撮った方がすごそうや、まあ、走ってもすごいけど。ほんまに角島大橋すごかったな。また私らみたいに何回も往復してる人いっぱい見たやん。団体で、団体も私らでも何回往復したよ。でも結局は一番いい、一番最初に撮ったのが一番いいんちゃうかって。元祖瓦そば高瀬って書いてる。
そばに元祖がある。で、色もちゃんぽん。あれは茶そばちゃうの。瓦の上で焼くちゃう。瓦の上で焼くよ。瓦の上で焼くから色が変わるんちゃうね。だけどもともと緑やん。元祖瓦そば高さ行きましょうか。うん、何がいいかなって。鯛茶漬けも美味しそうやしな。分かんで、分かりました。はいはい、そういうか運ばれてくる蕎麦つゆをお椀に注いでください。具と麺をつゆにつけて召し上がりください。レモン、みもみじおろしを入れてお召し上がりください。焼けてパラパラになったおきれいにお召し上がりください。おお、はい、ご注文以上でございます。こちらは開けてますね。はい、確か暑いの。もみじおろしのレモンは味変かな。ほんまかいな。私はあんねん。お父ちゃんだけやん。出てるでぐらい言ってやないしや。出てきたよ。あの時おった。買いに来たな。違うよ、20円。ドライヤーや。お金いるねん。あ、そうか。あ、道しよう。到着。力入んねやろ。やっぱりトラックの人多いな。あれは大吉やろ。天ぷらの、うん、貝を床にポン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 してるところ。ここは何時まで開いてるって、うん、ここは24時間営業。ああ、いいんじゃん。こういう食事も24時間。そうそう、食事が24時間。運転手さん助けるな。だから運転手さん、ここあの長距離運転手さんよう使ってるらしい、うん、こんな山盛りやで。これ一回テレビでやってて、うん、ここ、うん、それで知って、うん、下関行くのにな、うん、ちょうどええかなと思って、うん、じゃあ私さっき食べるわな。こんなに切り身大きいとは思わんかった。これが普通サイズ。普通サイズ。どう違うか。はい。こっちが小で、こっちがまあ並。ここにまだ特盛りがある。外交。違った。しかしチャーハン漬けやな。どこ行ってもチャーハン。チャーハンかカレーライスしか言わんやん。普通じゃない。美味しい。うん。出汁出てる。美味しい。美味しい。40。これで41。41入ってたから。お父ちゃんから終わり？終わり？28。29。お父ちゃんで30。私41。10個違う。はい、ナノーラパーキングエリアに入ります。今日も一日元気で参りましょう。壇ノ浦パーキングエリアからの朝日です。